公務小武器駅は山梨県富士吉田市場暮地にある富士急行富士急行線の駅である。駅番号は FJ12。無人駅であるが縁起の良い駅名であるため富士急行線内の各有人駅で当駅の入場券が縁起物として販売されている。元の名称は暮地駅であったが後に現役名に解消された。その理由は 元の名称が墓地に似ていて不吉であったからであるとも言われている。短式ホーム一面一線を有する地上駅。線路はほぼ北東から南西へ走っており、ホームは線路の南東側に設けられている。無人駅で駅舎はないが、ホーム上にブロック済みの待合所が設置されているほか、入口には改札の柵を備えた短い上屋が設けられている。 簡易水カ改札機が設置されているが、水カチャージ機や自動券売機の設置はない。駅前を富士急行線の線路に並行して走っているのが国道139号で、この国道に沿って人家や工場などが見られる。七寸電子の本社は当駅から非常に近く、徒歩でも5分とかからない距離である。駅前の国道三十九号上にある小吹駅前バス停から、 富士急バスの路線バス、タウンスニーカーが発着している。タウンスニーカーは右回り左回りとも一度当たりバス停から、上暮れ地方面へ向かった後、再度当たりバス停を通り、その後それぞれの方向へ分かれる。2013年度の1日平均乗降人員は369人で、ある。近年の年間乗車人員、乗降人員の推移は以下の通り、ありがとうございます。